立ってノリノリで聴いてもいいんじゃないかなと思います。いい感じに乗ってきたら立ち上がって自由なんで、はい、じゃあちょっとサンバから最後の盤上から出させてもらうことになったんですけど、まあサンバに限らずですけどね、FSS とかライラックレインボースとかとんがり帽子とか合わせて4大剣を見るんですけど、今日見てちょっとこれちゃうわってなったら、ちょっととんがり FS ライラックにぜひ足向けてください。はい、ごまし、あとお知らせなんですけど、15日に京都鍋で正義の演奏会を、僕たちが瞬間 FT 正義の演奏会をやります。それから17日に今出川キャンプスの明徳館の前で野外でちょっとお昼休みに演奏会デモ演奏をしますので、またその機会もあったらちょこっと寄ってくれたら嬉しいですね。15日に関してはその後新館のおごりの飲み会あるんで、ちょっとぜひ来てくださいね。楽しいから、はい、we'll be right back.
ビートだったら、まあ、ジャンル的には、まあ、ブルースとかいう感じなんですけど、ちょっと次はフュージョンっていうちょっとスーパーの音楽とか、コーナーみたいな感じのやつをちょっとやろうなって。じゃあちょっと、そうですね、まあ、今日の演奏が来てちょっとビビッと来た人は、ちょっと多分サンマの遺伝子が入ってると思うんで、ちょっとぜひ検討してみてください。はい、ちょっとよくわからないので。